現実に日本のような世界、まあ、中国に一部抜かれたけどもね、世界第2第3の経済大国というものの産業がね、はい、果たしてねその太陽の光やね、うん、そのね風車なんかで賄いきれるかってできっこない、そんなことは、うん、デンマークやスウェーデンのあんなちっぽけな国と違うんですから、うん、それでね特に風力発電は私もあちこち見ますがね、日本みたいな気象の激しいとか落雷が多くてね、もう半分ぐらいもう動かないことが多い、うん、それとね、うん、何孫何がしってのが言ってるけどね、うん、あの男100億円寄付したの本当にと本人おっしゃってます。いやだってどこに取るんだよ、調べてもらいたいんで、うん、それで人気かぶってね、うん、なんか韓国には20年やってほしい、私とあなた一緒に太陽光で発電、冗談じゃないよ本当に本当にね、こんなもんにたばかさたまるか本当に、うん、太陽光だけでね、うん、日本の産業って賄えますか、うん、それだけじゃないって、じゃあ風車そのか何なの、うんうん、ね、原子力はね、うん、そのねある意味じゃ非常に危険でしょう、しかしね、うん、フランスはちゃんと管理してるじゃないですか、はい、でね、ドイツだってね、イタリアだってね、原発やめた、やらないと言いながらね、足りない要するに電力ってのはフランスから買うんですよ。そうですね、フランス人ができることはなんで日本できるんだろう、うん、日本のシステムが悪い、うん、完全に官僚と東電とね政治が癒着してね、うん、人事の配分その他利権配分やってね、はい、つまりどんどん資産増やしてね、うん、例えば僕知らなかったけど小瀬沼なんてのは東電が持ってるんだって、あんなもの持つ人どこにあんの、まあ、一応水源管用理みたいな感じです、ね、あそうですか、はい、名目上はですよ、はい、でもなんだかんだで、ね、とにかくねだからねそういうのシステムをね、うん、IA が言ったみたいに日本のシステムおかしいと、うん、複雑すぎてね情報が交錯してね、うん、完全な管理ができないというのは本当にその通りなの、うん、それを変えたらいいじゃないですか、それを変えることがね、うん、民主党政権の勝利の問題なんじゃないですか、うん、責任じゃないですか、うん。